中国国鉄 HXD3 バイト型電気機関車は中華人民共和国鉄道部が導入した電気機関車。海外の鉄道車両メーカーの技術を取り入れた電気機関車の一つで若い3バイト型とも呼ばれる。この項目では同様の技術を採用した試作機関車の HXD3A 型電気機関車についても解説する。 海外メーカーの鉄道車両の技術を取り入れ国内の電気機関車の近代化を行うという中国政府の方針のもとドイツのボンバルディアトランスポーテーションからの技術供与を受けた中国北車系列の大連機車車両が製造した重量貨物列車経営用の電気機関車。ボンバルディアが展開する機関車ブランドトラックスをもとに開発が行われ、 特に製造当時世界最大の牽引力を記録したマルム・トラフィックイオレ型電気機関車に類似した外見を有する。ただしに車体 A 久連結式のイオレ型とは異なり、HXD3 バイト型は車体両端に運転席が設置された短期タイプである。電装機器は最初の150両分はヨーロッパでボンバルディアが製造したものが輸入され、それ以降は 大連機車車両によって製造された。2008年から2011年まで500両が製造され、それまで使用されていた、昇山 4G 型電気機関車を置き換える形で、中国各地の重量級貨物列車に用いられている、ほか、旅客列車に使用されることもある。なお、1893号機は2010年の製造当初、毛沢東号と命名され、全面に、 毛沢東の競像を模したレリーフが設置されていたが、2014年12月以降は、HXD3D 型1893号機と交代している。2013年に製造された、貨物用電気機関車。HXD2 バイト型と同様、ボンバルディアの技術をもとにした車両だが、車体は2両永久連結式となっている。2両が試作されたが量産には至っていない。 ありがとうございます。